こんにちは。高見の阿波千年物語へようこそ。古事記には神話や古い古からの伝承がいろいろ伝えられております。それらの神話は伝承の中だけでの話で、実在感はあまりわかないと思います。しかし、徳島阿波の地には、古事記に出てくる記述に関する多くの神社、実績が実在します。それでは、イザナギ・イザナミからアマテラス・オオミカミまで2022年に阿波千年物語でアップした徳島阿波の古事記の世界に登場する神社・寺跡の総集編を紹介してみたいと思います。まず、美馬市中鳥と穴吹町のイザナミ神社、そして同じく穴吹町の白人神社、岩坂神明神社、次に山川町の山崎隠蔽神社、鴨島町の雨の火柱神社、石井町の竹港見神社、神山町の彼岸寺、渋野町の佐野神社、そして徳島市八幡町の天照大神の五王子の神社です。最初に美馬市のイザナミ神社です。日本で唯一イザナミの御事が祀られています。正確には美馬市中鳥と穴吹町前中島の2カ所にあります。イザナギを祀った神社は奈良に2社、大阪に2社、淡路に1社ありますが、単独でイザナミを祀っている神社は阿波だけです。イザナミ神社の創建は紀元前5世紀以前です。本殿の梁には天皇家の16吉家門があります。穴吹町前中島のイザナミ神社です。イザナミの眠る甲津山に向かって建てられています。正面屋根のすぐ下の下魚にはイザナギ、イザナミがから始まる皇室系統の神社に多い大鳥が飾られています。対岸の脇町にはイザナミの子孫の埴山姫を祀った埴山姫神社や八葉の姫を祀った八大竜王神社、スサノを祀った立神社などがあります。穴吹駅から9キロ南に白人神社があります。天照大神の子の雨の押し大神の子で、高間ヶ原に天孫降臨した二荷の御事が祀られています。その子は海幸彦ことホテルの御事と山幸彦こと法理の御事です。皇后の金花咲夜姫が結核でここで亡くなられています。うさぎの灯籠は徳島藩の家老稲田氏が1614年大阪冬の陣で夢の中で白兎が現れて、その助言で手柄を立てたことに由来するそうです。白人神社の上には岩坂神明神社があります。社屋はなく積石だけの石囲いの神社で、祠が5つあり、古代のユダヤの祭祀跡にそっくりと言われています。
次は山川町の山崎印部神社です。印部市には中央印部と阿波印部と紀伊讃岐印部市の三種族あり、この印部神社は阿波印部市の系統です。祖先の雨の日和しの御事の神社は少し東の鴨島町にあり、この次に紹介いたします。古来より新天皇即位の時には、ここで作った新田絵が天皇家に奉納されています。直近では平成2年と令和元年の新天皇の即位式に奉納する新田絵がここで作られました。キメガユに出てくるサタレ石もあります。次は鴨島町の雨の日柱神社です。高間山の北側の伊予川沿いにあり、阿波印部氏の祖先の雨の日柱の御事がここに祀られています。昔、吉野川の氾濫で神社が流され、伊予川沿いに移されました。両母はこの高野山にあると言われています。かつて高野山は神の山と言われていました。山頂には両母を守る両岸神社があります。この山は南北とも広く見渡せるところであり、現在は高間山市民公園として多くの人が訪れています。石井町の竹港見神社です。豊芦原中津国の国譲りの時に、高間原郡の竹三勝地と力比べして負けて信州に逃げた竹南方神が祀られています。長野の諏訪大社の元宮です。竹南方神は大国主の子であり、母は高氏の布川姫です。諏訪神社系の神門である丸に近い釜が、しめ縄本殿張りに飾られています。自分が負けた象徴を自分を祀る神社に置くというのは通常では考えにくいことです。多分この竹港見神社は高間原軍が勝った象徴としてこの神社を作ったのではと考えます。そして本来の竹南方神を祀った神社は西の鴨島町の諏訪神社ではないかと推測します。神山町の彼岸寺です。天照大神が居城としていた高間ヶ原の中心地です。天照大神は生前は火の神の子、卑弥呼と呼ばれていました。死後の意味は大昼目の神。そして天照大神と呼ばれ出したのはおそらく古事記編纂以降と思われます。卑弥呼というのは祭祀を司る巫女の役職名のようなものであり、複数の卑弥呼は存在していたようです。大昼目こと天照大神は初代卑弥呼と言えます。
福島市下野町の佐野神社は、神武天皇、幼名は佐野命が幼少時に育ったところです。佐野神社へは下野丸山古墳横の下宿坊から南下し、約400メートル先を右折してしばらく行くと、正面左手奥に白い建物があり、その左にかすかに佐野神社の鳥居が見えます。神社入り口の灯籠は非常に原始的な自然の石を組んだだけの灯籠であり、約2000年前のものと思われます。近くには神武天皇の父の宇賀谷吹合図を祀った森彦神社や、その母の豊玉姫を祀った早染神社、そして神武統制で亡くなった神武の兄の五瀬の命を祀った五王神社等があります。八幡町にはアマテラス大御神の5人の御子たちが祀られています。第一王子から第四王子までは八幡町内に、第五王子の熊野小杉の御子とは少し離れた南側の恥ずかし川峰に祀られています。第一王子の雨の押し尾耳の御子と第二王子の雨の保秘の御子の祠は現在残っておりません。第三王子の天津彦根の御子は徳島県文化の森総合公園の入り口の王子神社に祀られています。第四王子は塩寺神社に祀られています。第五王子は少し南の恥ずかし神峰の熊野神社に祀られています。